サイドの矢村というところでした。ボールを取って本場所です。2対1の状況で出ました。抜けて右足のシュート放った。チェコントロール、そして藤原、後ろにフリーになった高木、高木のクロス正面に来た、オーバーヘッド。ここはシュートは流し込みました。